お願いします。まずは決勝進出おめでとうございます。はい、ありがとうございます。今の気持ちから聞かせていただきます。まあ、ようやくスタートラインに立てたなっていう感じですね。じゃあまず準決勝を振り返っていただきたいんですけど、井口選手との連携でしたか、いかがでしたか。まあ、スタートの位置だけ、前か後ろ以外っていう感じで、まあ、あとは仕掛けれるタイミングで、もう井口君の感性に任せてました。その感性で踏んでいったダッシュはいかがでしたか。もうすごかったですね。まあ、シッティングでついていけるかなと思ったんですけど、たまらずスタンディングしました。それで前で来てからどうですか。まあ、できる前に三者並走ぐらいになってたんで、まあ、そこだけしっかり気をつけて締め込みすぎないように、まあそこ超えてからはあとはもうちょっときつそうになってたんで、しっかりむしろ牽制してっていう感じでしたね。で、接戦の仕掛けなどはいかがでした。まあ、前がどうなってたかわからなかったんですけど、まあ、叩き切ってからは、まあ、あと杉井君とあと松谷さんですかね、後ろにいたんで、まあ、そこだけしっかり気をつけてっていう感じでしたね。で、まあ、結果は数でしたけど、いかがでしょうか。もうすごい係でした。はい、で、松浦選手個人でいうと4連勝でというところですが、いかがですか。まあ、G1 でね、ここまで連勝で来れることないんで、はい、状態はいいかなと思います。で、まあ、勝てばというところまで来たと思うんですが、いかがですか。まあ、お客さんの雰囲気もすごいいい感じで応援してくれてますし、まあ、本当番組にも恵まれてますし、あと一つ結果出すだけだなと思ってます。4走走り終えてというところはいかがでしょうか。まあ、状態は今年一番いいです。じゃ最後に意気込みを聞かせていただきます。はい、スタートラインに立てたのでもう一つ1着目指して頑張ります。まあ、よろしくお願いします。どうした。井本選手、決勝進出おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ちから聞かせていただきます。まあ、そうですね、本当に松原君のおかげで決勝に上がることができました。まあ、この準決勝を振り返っていただきたいのは、今日松岡選手をマークということでしたが、いかがでしたか。まあ、そうですね、前向きから仕掛けたいという強い意志があったので、まあ、僕はそれに対してしっかり、まあ、ついて、まあ、ついて頑張りたいなというふうに思っています。ちょっと結果的に中断になりましたけど、そのあたりいかがでしたか。松岡君も冷静な対処だと思ってました。ただ最後、まあ、ご自身で踏まなきゃいけないなという決断をされたと思うんですけど、いかがでしたか。まあ、そうですね、最終バック戦まではしっかり利用テクニックを持ってたんですけども、まあ、車が進んでる感じがなかったので申し訳ないというふうに思いながら、はい、踏ませてもらいました。まあ、4走走り終えてというのはいかがでしょうか。まあ、そうですね、まあ、体の感じは良くないですけども、まあ、なんとか持ちこたえているなというふうに思っています。やっぱり出場というところを争っている立場だと思いますが、いかがですか。そのあたりはもう去年の引き続き、まあ、焦っている感じではないかなというふうに思っています。では最後に決勝戦の意気込みを聞かせてください。はい、決勝戦も1着目指して一生懸命頑張りますので応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、終わりました。はい、新井選手、決勝進出おめでとうございます。ありがとうございます。今日のレース、短期でということでしたが、どのように組み立て考えていらっしゃいますか。何も考えてないです。はい、出たり力というか。そうですね。で、結果的に北日本の後ろになりましたけど、どうでしたか。まあ、あの感じだったら北日本の後ろがいいかなと思っただけで。はい、実際仕掛けていってというのはいかがでしたか。はい、もう一番チャンスがあるところで、ね、バック回れたんでよかったです。その後ご自身で振り返っていかれたと思うんですけど、いかがでしたか。よかったです。はい、で、まあ、決勝進出となりました。お気持ち聞かせてください。頑張ります。はい、で、ちょっと最後に流されてなるんですけど、まあ、決勝への意気込みを狙っていきますか。まだどうなるか分かんないですけど、まあ頑張ります。ありがとうございました。まず内緒に聞かせてください。でも、すごいな。矢崎選手、決勝進出おめでとうございます。ありがとうございます。まず今のお気持ちから聞かせてください。そうですね。小野さんにあそこまで仕事させてしまったのは、僕の脚力不足というか、もっとうまくできたのかなって早思われます。小野さんも、戦果を争うの勝負の。まあ、そうですね、中盤で1回突っ張って、まあ、北日本が来て、まあ、そこを突っ張るのか、出すのかっていうのも、まあ、ピッチで判断してって、はい、思ってました。どういう判断をされましたか。まあ、そうですね、まあ、出させて、その番手か3番で確保してっていう、まあ、形に、はい、ま
後の五条選手の仕事もあったと思うんですけど、いかがですか。本当に後ろについてもらえたら本当に心強い人なんで、本当はしっかりラインでワンツースで決めたかったですけど、まあ、ちょっと残念ですね。まあ、ご自身は日本通されてっていう段階どうでしょうか。とても状態すごい、まあ、いいと思いますし、まあ、今までやってきたトレーニングとかがようやくなんか、まあ、実を結んだというか、まあ、結果に表れてるのかなという感じです。G1 の決勝で何で走ってますか。そうですね、G1 の決勝でどういうレースするかが課題なんで、そこは明日しっかりクリアしたいです。では改めて、決勝の意気込みを聞かせてください。近畿の先頭で引き出してきて頑張ります。では、まず代表に行かせていただきます。はい、そうですね。松谷選手、決勝進出ありがとうございます。お気持ちはいかがですか。素直に嬉しいです。ちょっと準決勝も振り返っていただきたいんですけど、今日は期待選手もなくました。そうですね、もうあの期待に全て任せて、あの期待が勝てるようにあの走ってくるって言いました。実際についてるっていうのはいかがでしたか。そうですね、初手の位置も作戦も、まあ、あの作戦ちょっと違う形になったんですけど、気持ちで期待が走ってくれました。ただ宮口選手がものすごいスピードで結果出してくれ、そうです、マスビ君も来て、あの井上君も来てたんで、ちょっと期待がきつかったかなって思います。ご自身もちょっと苦渋の決断というか。そうですね、もうあそこを迎え入れたらちょっと自分もちゃくないんで、あ、やってないです、野球やってて、ちょっと吉田翔の皆さん複雑ですけど、期待のおかげだと思ってます。まあ、ちょっと切り替えてからというのはどういうのか。そうですね、あの元で3番手で4コーナーからちょっと踏んでみたんですけど、やっぱ前が強いんで、まあ1個でも上の着と思ってるかもしれない。ゴールした時は決勝進出は、いや、もう全然いっぱいでちょっと分かんなかったさ。どのあたりで、まあ、あのオーロラビジョン見て3着っていうのを確認して、あ、3着だったんだって思ってさ、まあ、決勝に勝ち進んだ、そのそういう気持ちで、そうですね、僕車もあの師匠の総理和也さんにあのしっかりあの決勝乗れるように頑張ってと言われてるんで、あの乗れてよかったと思います。まあ、4走走られてっていうご自身の会長も、そうです、もう本当一走一走集中して、あの疲れてるんですけど、あの気も切らさず走れてると思います。最後に決勝戦に出てきているというのを聞かせてください。決勝戦もあのしっかり頑張ります。応援しています。まずは決勝進出おめでとうございます。ありがとうございます。ちょっと複雑な部分もあると思うんですけども、今の気持ちから聞かせてください。そうですね、まあ、アクシデントもありましたし、まあ、でもまあこうやって、まあ、怪我しながら半年休んで、まあ、この決勝を目標にやってきたので、まあ、あの決勝に出たことは、まあ、嬉しいです。ちょっと準決勝を振り返っていただきたいんですけど、近畿の3番手ということでしたけど、いかがでしたか。まあ、ね、自分はしっかり追走することだけを考えてたんで、まあ、あのテラもスピード、あの僕が追走しててもきついんで、はい、故障は何でも対応してくれると思ったんで、もう僕はもうとりあえずしがみつくっていうのを考えました。レッセンの動きなども見えていらっしゃいましたか。はい、しっかりあのブロック、故障がブロックした後もあの降りられるようにあのしっかり隙のない追走できたと思います。まあ、ゴール勝負となりましたけど、いかがでしたか。いや、もうバックではもう結構スピード的にいっぱいだったんですけど、もうでもこういうチャンスを逃すと、はい、もう巡ってこないんで、しっかり頑張りました。またこの舞台に帰ってきましたけど、いかがでしょうか。そうですね、本当に目標にしてたんで、まあまあ、アクシデントはありましたけど、まあ、それが決勝までで、はい、まあ、今は嬉しいです。はい、4走走り終えてご自身の体調などいかがですか。そうですね、4走とも、まああのまあ、もちろんスピード軽減ですけど、あの横の動きとかもあったんで、まあ、軽減してるかなっていう、まあ、その中でしっかり走れてるかなと思います。はい、最後に改めてになりますけど、決勝への意気込みを聞かせていただけますか。はい、もうまあ、みんな強いんで、
もう全力出し切るしかないんで、まあ、そういう点では自分は、まあ、考えることが少ないと、はい、力出し切れると思います。ありがとうございます。ウィンチケットです。まずは決勝進出をございます。ありがとうございます。お気持ちから聞かせていただきます。まあしっかりこう自力出して勝ち上がれたので嬉しかったですね。じゃあその準決勝を振り返っていただきたいんですが、今日は松浦選手との連携ということでしたが、どのように考えていらっしゃいましたか。まあもう松浦さんにほぼ任せられてたんで、まあ、本当に自分の感性で走ってたって感じです。やっぱりその感性で走ったです。ちょっと一時最高峰になりましたけど、まあちょっとジャン前に車間いたんですけど、もうこういい感じで吸い込まれていったので、もうその勢いのままに一周しっかり踏み込もうという気持ちでいきました。その一周というのはいかがでしたか。まあ、増井君乗り越えれて前に出れるなと思ったんで、まあ、そこがポイントだったかなと思います。その後はペースも上がってたか。いやもうペースも上がってたんで、もうずっと踏みっぱなしでした。まあ、そのままゴールまで行かれると思うんですけど、いかがでしたか、この勝負っていう。うん、まあもう3着以内に入れたかなっていう感触があったんで、小松浦さんの援護もあって残れたなっていう感じです。まあ、ワンツーという結果でした。いや、最高の形でペースは終われたんで、そこは良かったです。で、また井口選手個人だとか、また G1 の決勝にというところですけど、いかがですか。まあ、今年1回も乗れずに準決勝が本当壁だったんで、もう最後の最後で、まあ、その準決勝の壁をクリアできたのはすごい良かったです。で、4走を走り終えてっていうところはどうですか。うん、まあ、疲労はどんどんやっぱ溜まっていくんですけど、まあ、走り自体は日に日に良くなってる感じあるし、まあ、今日なんかも本当足軽かったんで、まあ決勝戦しっかりやれると思います。では改めて長瀬選手、決勝戦の時に最後に聞かせてください。決勝戦も精一杯頑張ります。よろしくお願いします。まずはここにあこのパフェに聞ければまず代表で聞かせていただきます。よろしくお願いします。決勝進出もあります、須田和文選手です。よろしくお願いします。お願いします。今の気持ちはいかがでしょうか。まあ、本当真摯に申し訳ない気持ちでいっぱいです。まあ、その準決勝をご自身にちょっと振り返っていただきたいんですが、仕掛けどころは良かったと思うんですけど、まあ、3コーナーにかかるところで古書君にもうロックオンされてたのが分かったので、まあ、その辺の甘さが出たのかなと思います。古書選手にとってもいかがでしょうか。やっぱりただでは横を通過させてこないなっていうすごい選手だなと改めて思った中でも、自分の甘さが本当に、まあ、今後にそういう甘いレースはできないなっていう、しっかり気を引き締めていきたいです。まあ、そんな中でも決勝戦進出になりましたが、いかがですか。まあ、今までのその決勝に乗った中でもあんまりこう嬉しさっていうよりか本当申し訳ないって気持ちが強いです。まあ、ただ勝負の世界に仕方ないことだと思うんですけど、いかがでしょうか。まあ、シンジの頑張りがあって決勝乗れたので、まあ、その分も自分はしっかり決勝で頑張りたいと思います。4走を走られてご自身の体調面なんかはいかがですか。まあ、体調面だったりはすごいまあ、ナイターでちょっと体調面は難しい中でしっかりコンディションを整って走れてると思います。では最後に決勝戦の意気込みというところです。はい、ここまで来たら、まあ、自分の力を一滴残らず出したいと思います。はい、代表は以上になります。大丈夫です。よろしくお願いします。ありがとうございました。小林選手、お疲れ様でした。お疲れ様です。一緒に進出を申し上げます。はい、ありがとうございます。今の気持ちから聞いてますか。やっぱりホッとしているというか、それだけかなというところと、まあ、しっかり出し切れたというところです。レースについても伺いたいんですけど、今日は近畿の3番ということでした。いかがでしたか。やっぱり前の2人信頼してるんで、しっかりと3番で固めてそこから勝負したいという気持ちがありました。
それではまあ最終的に中段の位置になって、ちょっといつ踏み出すのかなというところがあったと思うんですけど。はい、やっぱり前取って突っ張ってから勝負だと思ってたので、まあ、前の2人がグランプリ賞金争いにかかっているので、しっかりと踏み出した後に自分のチャンスがあると思って、本当にワンチャンスを狙ったという形でした。ただ脇本選手もちょっとコースは受けてくれたのかなという。多分脇本君も必死だったと思うんですけど、逆にそのスピードは脇本君すごいあったので、まあ、そのスピードをもらって自分も内に突っ込めたという形で、まあ、3着4着どっちか分からなかったんですけど、まあ、しっかりとハンドル投げた結果というところでした、まあ、4走走り終えてというところですか。はい、やっぱり初日に比べると、昨日おととい、そして今日という感じで、ね、上がっているので、やっぱりチャンスかなというところもありますね。では最後に決勝に向けてというところを聞かせてください。はい、まだメンバーは決まってないんですけど、しっかりと、メンバー構成見てから、自分の考えと意見を伝えて、まあ、行くなり自分でやるなりをしっかりしたいと思って、まあ、しっかり行動したいと思っています。ありがとうございます。ありがとうございます。